すぐはカルオのお暇なら映画でも。今回は番組史上最も恐ろしい話だと言われている世にも奇妙な物語映画の特別編雪山。この作品はその不可解さもさることながら今や見ることができない非常に困難な作品でもあるようだね。ゲオでは取り扱いなし。ツタヤでもざっと調べた限り渋谷ツタヤでビデオテープをレンタルしているくらいだね。各種サブスクでも取り扱いなし。フジテレビ公式動画配信サービス FOD でもなぜかこの作品は取り扱っていない。もちろんソフトは絶版状態。それは奇妙だね。だから今回はオチまで。見せて。私は医者だ。少し我慢するんだ。おい、南に向かうぞ。数キロ先に山小屋がある。この足じゃ無理よ。その山小屋は本当にあるのかね。地図があった。ここで待てば救助隊が来る。すぐに雪に埋まるぞ。行こう。ここは新雪の上だ。強風で飛行機ごと飛ばされる危険がある。よし、こいつは俺が背負う。いやー、ここに残る。こういう場合ってどうするのが正解なのかな。動かないっていうのが鉄則だろうね。でも今回の場合は避難場所として使えそうな飛行機が吹き飛ばされる可能性もあるし、少し先に山小屋があるっていう情報もあるしね。難しいよね。ちょっと休む。先に行け。何してるの？リバークさせる。穴を掘ってその中に避難させるんだ。マリを埋める気？違う。リバークだ。何してんだよ。緊急措置だ。人の命を何だと思っているんだ。ならあんた、担げるのか。何してるの？仕方がないじゃないか。リサ、リサ、助けて。すぐ、助けが来るから。食料もあるから。怖い。怖いよ。助けて。助けて。私も一緒に連れてって。リサ、リサ、リサ。本当に山小屋はあるんだろうな。信じないなら帰れ。小屋だ。どこだ。見えないぞ。見える。そこに。ストーブだ。え？見えないぞ。真ん中にある。本当だ。あ、毛布がある。俺に貸せ。彼女が見つけたんだ。待ちなさい。毛布は全員分あるようだ。本当だ。ちょうど4人分ある。4人？見ろ。食べ物だ。これで助かるぞ。4人とも。4人。マリ。早く助けないと、マリが死んじゃう。マリ、マリ。どっちだ？体の向きはどっちだ？仰向けか、うつ伏せか、どっちだ？わかんない。リサ、殺しやがったな。見たぞ。首刺しやがったな。人殺し。人殺し。
たら死ぬ。あんた医者だろ。寝るから死ぬんじゃない。体温が低下して失神するんだ。短時間ならむしろ体力は回復する。一度寝たら起きれなくなる。三人が寝て一人が起きている。五分経ったら一人を起こす。それを順番に繰り返そう。俺を殺すつもりだな。三人で組んで俺を起こさないつもりだろう。起こしたらそこに起こした人が寝る。寝ていても必ず追い出す。このルールでどうだ？どういうこと？四人がそれぞれ部屋の隅で寝て、起こす役の人だけ別の場所で待機。起こされた人は寝床から移動して、五分経ったら次の人を起こす、ということだよ。わかった。まずは、君が起きている役だ。おい、起きろ。さあ、起きなさい。おい、おい。みんな、起きろ。どうした？もう一人いる。もう一人、この小屋に。どういうことだ？五人いなきゃ、俺たちは起きれなかったんだよ。私は、誰を起こしたの？じゃあ、俺は誰に起こされたんだ？おい、みんな起きろ。あ、おい、起きろ、おい。死後硬直が起きている。二時間前には死んでいる。誰が私を起こしたんだ。は味がしない。感覚がなくなっていく。クイヨ、クイヨ、クイヨ。何？記録するんだ。俺たちが最後まで生きてたことを。生きてたこと。おい、俺たちは今生きているぞ。ねえ。マリ。マリ。次は、私ね。この後どうなるの？助かったの？死んじゃったの？五人目って本当にいたの？いたとしたら、誰なの？いやあ、やっぱ怖いね、この話は。世にも君の史上最強に怖い話だって言われるのもわかるよね。最後どうなったの？僕、当時映画館に見に行ったんだけど、この雪山の跡がコメディ作品の携帯中心蔵でね、ドア玉から面白展開なんだけど、雪山のインパクトが強すぎて、携帯中心蔵の内容が頭に入ってこない感じだったよ。レンタルもしてない。サブスクにもない。頼りのフジテレビ公式サイトにもない。ソフトも絶版している。わかったよ。では続きを見ていこう。オチを見たくない人はここで戻ってください。で、次回の動画ではこの雪山を徹底的に考察しますんで、そちらもよろしくお願いします。そんな説明いいから早く。はいはい。私じゃな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 い。おい。おい、大丈夫か？おい。何があった？何があったんだ？
名前は？あなたの名前は？私は